さて今回は映画あるある第2弾ということでですね、主にアクション映画であるお約束のシーンについてね、ゆるく語りたいと思います、はい、それがこちら。映画のヒーローは爆発が起きても振り向くことはないというものですね、はい。まあ、これはですね、まあ、アクション映画に多いんですけども、なんかヒーローがなんか例えば手榴弾とかでね、爆発させたりとかねした時に、敵を倒すためにたとえ背後でね、爆発が起きたとしても振り向くことはないんですよね、映画の中のヒーローっていうのは。これが現実で考えたら絶対その場はめちゃくちゃ熱いだろうし、爆発音もすげえうるさいだろうし、振り向くと思うんですけども、映画の中のヒーローは大体振り向かないんですよ。そういうことは多いんですよね、いろんな映画見てるとでもそれ、まあそうなんです、現実ではありえないとは思うんですけども、映画でそういう振り向かないヒーローの姿はみんな結構絵としてなんかすげえかっこいいと思うんですよね、僕は、はい、僕はそういうの見るの結構好きです、はい、ではね、映像をご覧くださいませ。映画あるあるアクション映画編でした。それではご視聴ありがとうございました。